Hi everyone, my name is Mayuko. 皆さんこんにちは、まゆこです。今度はアルディっていう違うスーパーをの中で私のお気に入りを紹介したいと思います。はい、アルディに来ました。なんかすごい静かなんだけど、遠慮して声がちっちゃくなる私です。アルディはね、なんか安いんだよね。しなんかプライベートブランド、あ、このね、あ、ないかな、このね、ティーナシリーズでね、これのバニラルイボスティーっていうのが結構美味しくて、よく買ってた、過去形。あとね、全部安いんだよね。なんでこんな安いんだろうぐらい。だって、なんだっけ、このさ、これとか見える？食べたこと、うまっとかさ、50セントだよ。食べたことないけどね、安すぎて。すごい感動っていうか、あ、これね食べたことある。好きな人は好きだと思う。私はねあんま好きじゃないけどね。あ、これね、これが本当に本当にうまい。これ買い、お菓子ばっかり買ってんな。これね、おせん、なんかライスクラッカーのおせんべいっぽい感じなんだけど、これはマジクソうまいです。両方美味しいけど、サワークリーム、あ、これもう一個買ってこう、日本に持って帰ろう。このシリーズさっきもあったけど、ここのも美味しい。てかどこでも美味しい。これはあとアルディーバで、あ、これね、なんかね、前多分なんかで紹介したかもしれないけど、このあのココナッツのロールはねマジでうまい。1時間で1袋とか、1時間以内でね食べちゃう。帰り歩きながら全部食べちゃうぐらい止まらない美味しさ、おすすめです。あとなんだろう、アルディ確かにそんな言ってこないかもしんない。うちの近くないんだよね今。マジアルディで紹介するもんあんまなかった。でもあのマジおばちゃんがいるとこの、おばちゃんが取ったあのブリーがね、あれも美味しいんだよね。これブリー、これもおすすめ。あとその横のクリームチーズ、これもねいいよ。しかもなんかオーガニック、なんかっていうかオーガニックなんだよね。アップルサイダー、ジンジャー、ビネガー。あとね、このここでココナッツオイルいつも買う。オーガニックだし、オーガニックって何って感じだよね。言われると全部いいものに見えるやつ。オリーブオイルもね安いから結構アルディで買えます。え、そんな感じあんまないかも、紹介すんの。じゃあ次、今はねウールワースに来ております。そして私は今夜の便で日本へ帰ります。でね、ちょっとねどうしても入りたいっていう輩がおります。えれれれれてれレギュラーシュニーです。ということで今からブランズウィックのウールワースに行きます。うちのバスに見えてない、うちの雲が、うちの最寄りのスーパーを選んでくれてありがとう。これからシュニーが空港に送ってくれるのです。ということで入ります。眩しい。このなんかさ、コストコとかで売ってるチキンみたいな、こういうチキンがね売ってるんです。これはねローストチキンで11ドルとかなんだけど、これを全部砕いて、で裂いて冷凍にしてサラダにのせたりチャーハンにするの。これが好きなの。アプリコットのね、アーモンドのクリームチーズです。サラダキットをね結構よく買うの。このどれだろう、このね、あ、これ見て、これ美味しいよ。エイジアンサラダキットって言って、これねもう切られた野菜と
あとドレッシングとこの上のトッピングが入ってるの、この結構種類は買います。自分の好きな人紹介するパンってこれ、そういいね思い出思い 出、あれこの辺とか思い出ないの、ベーコン、まああれだね、うん、このあれこれはよく買う、これ私がよく買うのはね、このスモークサーモン、スモークサーモンとね、クリームチーズをね、ベーグルに、あとスピナッチをベーグルに挟んで食べるのはね、定番です。ね、タスマニアが近いから。はい。やっぱおすすめ教えてよ、タジ行くからさ。健康。あ、これね、これも好き私。このグルテンフリーのね、イングリッシュマフィン。へー。これ多分ね、ウールワースのやつよ。このシリーズさ、紹介して、コールスでの紹介したんだけど、こっちめっちゃもっと種類がある。何このシリーズ、これね、チョコレートスプレッドめっちゃうまい、このね、チョコミントもあるし、ブラッド、あれ何つけるの、パン、あとね、バナナ、美味しそう、それバナナにね、直塗り、直塗りこのね、種類のチョコがね、うまいんですわ。何それ、この辺種類のチョコめっちゃ、これ買って帰るわ1個、てかバカ高いじゃん、ける高いけど美味しいから、なんかそれだけでお土産になりそうじゃんね。あ、パナ、パナも紹介したよ、パナ安くなってるけど、これが好きだから今日はもう帰っちゃうから買って帰ります。ヘーゼルナッツにしよう、ホワイトチョコレートもうまそうだよ、これがいい、やだ自分で買ってケチみたいな、私ケチ買ってあげてもいいけどさ、あ、これもうまいわ、これこれめっちゃ美味しい、あ、それバイロンベイクッキーでグルテンフリーなんだよね、でもグルテンフリーじゃないやつもあるんだけど、え、じゃあうち買うわこれね、全部うまい、え、じゃあうちこれ買うね、私も買うこれ飛行機の中で食べ、やばいね荷物、やばい、でも飛行機ある本当だよね、飛行機の中で食べよう、今日ね、今日帰るのにね、洋服とか買っちゃって結構反省、見せてあげるよ、やばいから、これ帰る人じゃない、今日のアウトフィット、マスク今しなくていいよね、うん、自由だよ、いやいやいや、これやばいよね、すごいバカかなって、スーツケース2個だよ、思ってます、これも美味しい、このね、ライスクラッカー、結構ね、これだけで食べてる、これやばい、うん、ディップにつけても美味しい、あ、これね、あとこれ超好き私、これ、これめっちゃうまいよ、ココナッツとかグラノーラとか好きな人はね、マジでおすすめです、これはヨーグルトに入れます、これを、okay. あ、これこれこれ、わ、これも買って買いたくなっちゃうな、これもマジでうまい、なんかね、ちょっとね、さっぱりしょっぱいみたいな、しかもチックピーで作られてるからめっちゃヘルシーだと思う、え、どうしよう、これも買ってったらさすがにバカだよね、これもうまいよ、これセンティルチップス、これもね、ヘルシーうまいです、ハラペーニョって書いてるよ、辛い、全部美味しい、映りたいんでしょ、映すからにゃー、うまいよそれ、本当にこれ美味しそう、これ紹介する、あ、このチーズもめっちゃ使います、このシリーズが美味しい、うん、こちらインジェクトだよ、美味しいよね、チーズでしょ、だいたい違いってお菓子なんだよね、スーパーのとか言って、私的にお菓子めっちゃ買う、こう日本のコーナーもちゃんとあるよ、ポテチとか売ってるし、あ、このシリーズすごい使ってた私、パッタイとニゴレンとか、これにちょっと、え、これ普通にね、ソースだからね、野菜とヌードル買って混ぜるだけだけど、これだとね、ちょっと味微妙ないよね、だからあの ABC ソース、 ABC ソース売ってないかな、 ABC ソースかけるとす、あ、これこれこれ、このね、ABC ソースってね、めっちゃ美味しくて、これをね、なんかスイートソースソース、なんかソイソースこっちめっちゃ種類あるけど、この ABC ソースめっちゃ使えます、多分タイのやつ、荷物が重い、文句ばっかり、あ、冷凍食品、冷凍食品はあんまり買ったことないけど、ダンプリングが美味しかった、あ、このね、このプロウンのダンプリングはね、美味しかった、
これ美味しかったよ、プローンランプリング。美味しそう。七井さんに教えてもらった。さすがです。このね、マンゴーのこのシリーズもね、すごい美味しくて、パッションフルーツも、パッションフルーツとね、マンゴーは食べたことあるけど、これうまいよ。うまいのこれ。シギーズみたいな、このなんかラズベリーかマンゴーとかが美味しかった。私食べるの好きなので、私が言ったものは全部美味しいです。サプリメントよくわからないっちゃわからないけど、このシリーズのなんかキッズのグミのやつを私いつも食べてて、まあ美味しいよって感じ、グミみたいな。あとね、この辺もよくね、これいいよね。うん、すごい。二日酔いマジで、ね、なんかレッドブルみたいな感じのやつ。これって、ね、うん、説明してもいい？いいよ。これは、うん、なんかあのお水とか買って、それにポチャって入れるだけで、タブレットだ、ね、そう、ジュースみたいになる。マジうまい、これ。これちょっと買いたい。このレモン、違う、このレモン、真ん中のレモン。あ、これ？これはね、めっちゃうまい。何これ？同じ、なんかビタミンみたいなののね、レモン。これ美味しい、買った。しかも11ドルになってるね。ルセルで11ドルやばくない？確かに。いやもうこんな感じ、重すぎて限界。あ、気持ちが悪いでよ。 See you guys. Bye.